生徒を取れば益州は劉備殿のものとなる。劉備殿がようやく国を得る。天下三分がなればあとは。申し上げます。張飛殿は殿の救援に向かわれました。我々も出撃の合図を。わかりました。全軍進軍開始。この戦義にもとることは承知の上、それでも我らには益州が必要です。要所に進軍を開始します。遅れないようにしてください。劉備殿の人徳は益州の民にも周知です。それは神に望まれた戦でありましょう。命を懸けて教えてくれました。生徒を責めることにためらいはありません。いい勝ちよ。体勢を目の覚める戦ぶり。劉備殿が立てる敵国はここ。
働きに習うとしよう。リゲンが破れたか。だがこのメンチク感は私が守り抜く。今を守る有益なことです。リュウジの命が続けば僕そうだ。エキシーは私の知略に勝てるとお思いか。そのまま負けではない。敵将が打ち取りました。西洋の雄馬長が敵の援軍に現れました。北からこちらに迫っている様子。馬長は戦争に敗れて流浪の身を、今は艦中の長老に向かうはずですが、清涼の錦が長老の器に収まるはずもない。彼の武器、なんとか味方にしたいものです。伝令、味方の援軍が到着した模様です。リカイ殿は馬長説得に赴くと、リカイ殿は馬長との面識もあります。うまく本意を促すことができれば、心強い味方を加えることができます。大したもんだぜ。よし、俺も負けてらんねえな。足止めを受けている様子。至急援護に向かいましょう。伝令、敵の援軍が到着した模様です。暴れてくれたな。ここで私の知略に屈するがいい。いかずちよ、吹くことがそのまま負けではない。敵将を討ち取りました。勝負だ。覚悟しろ。
ました。敵の攻勢が激しい。これよりは我らも共に参りましょう。馬長、勝利はあります。理解殿、あなたの働きに期待しています。イカジチよ、馬長は鬼神あふれる男、道理を解けば必ずやお味方となりましょう。ご助力を助けない。さあ、それと勝負だ。覚悟しろ。次こそ我が気力でお前を倒す。貴殿は戦う相手を間違えている。貴殿が撃つべきは曹操ではないのか。奴こそ貴殿の父麻藤殿を暴殺した賊。逃げたのは鶴見と共に曹操と戦った御人像。理解殿、これは一応見失っていたようだ。敵は曹操、劉備殿は共に歩むべき御人だ。馬長殿の信頼に感謝します。共に劉備殿の国に立て、まず曹操を果たしましょう。はい。
乱世に立つにふさわしい器がなかった。劉備にはその器があるのか。人徳を持った王子、生徒を得て劉備殿はそれになったのです。おお、こら敵の陣が丸見えじゃわい。敵にもやるやつがおった。この距離じゃまず届かぬ。わしほどの使い手でのうてやな。眼中を制すればまだ若い食の国も安定しや。若い者の面倒を見るのは年寄りの義務じゃがわな。劉備殿には受け入れてもらった恩がある。蜀の国のため俺も力を尽くそう。劉備、国作った皆喜んだ。我戦う、蜀守る。劉備殿が国を得て士気は高まっています。こたびの戦に勝利すれば劉備殿の天下も近づきましょう。若者にはまだまだ負けておれん。新しい国を守るためにもの、行くぞ、進軍開始じゃ。はっ。武装は帝軍山に陣取っています。かの山を奪えば漢中は我らのものです。まず帝軍山の周囲を抑えましょう。義援は西、馬車は中央に進んでください。敵倒せ。劉備喜び。劉備殿に捧げたこの刃、緑陣を志のため存分に振るおう。ひとひねりにしてやるぜ。天も使われたみなこじゃ。おう、お前の相手言えばな。両軍が入り乱れ
馬長殿とキエン殿も進軍できないようですな。こっちに敵が集まってんな。じゃあね、俺様が行くしかねえか。味方が助けを待っておるぞ。ザギウルガルナジI'm gonna go get some more.
打ち取ってやってない。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。これこそ地獄の舞。美しさなど私には不要。またお会いしましょう。敵衆打ち取ってやってない。米軍団の包囲が完了しました。さあ総攻撃を仕掛けましょう。天の時を待つ。全軍今は防衛に徹するのだ。どうあがいても私の手中ですよ。連盟、剣刀山に敵の兵糧庫を発見。玄関殿が襲撃隊を率いて進発しました。兵糧を焼けば敵の士気も下がるはず。玄関殿の援護に向かった方が良いでしょう。策の成功はあなた方にかかっています。頼みましたよ。
ますね。なかなか腕の立つひよっこだったかい。わしに勝つには100年早かったようだな。敵将は打ち取ってやってない。我が主役に勝とうなら、肩払いたいわ。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。先に勝利がある。これで勝利は目前。艦中水圧がなる。一瞬で艦砲で巨匠を攻めてくれや。ミトリー、さあ天も使いと勝負だ。覚悟しろ。敵将は打ち取ってやってない。
さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。状況だな。危ないところでした。援軍感謝いたします。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。何のこれ式、俺の心は決して折れはしない。
出しだけは早い男よ。曹操は去りましたか。自分はおとりとのたまよった。とんだ負け惜しみじゃ。それならばよいのですが、まさか関羽殿。